俺が子供か。言っとくけど、俺は犠牲になんてなってないよ。 俺と俺の仲間のためにできることをやってるだけだ。で、今はとりあえずあんたが邪魔だ。 システムというのを使えば思うがままに操れるのでしょうか。そうすれば私も少しは皆さんの力に。やめとけ。俺たちは運が良かっただけだよ。え？俺と美香子はその時一緒に手術を受けたのは10人。そのうち4人は失敗してそのまま病院送り。 多分今でもベッドから起き上がれないだろう。生きてればだけどな。ミカはそれを3回も受けてる。そのリスクしかないような手術をもちろん自分の意思でな。ミカはな、強くなくちゃ生きていけないことを知ってるんだ。だからってそんな危険な手術を。意地汚くてだけど潔い。 あいつは矛盾の塊なんだ。だけどだからこそ強い。すごいのですね、三日月は。私も彼のように戦えるでしょうか。あんた、もう手術を受けたいなどとは考えていません。私の戦う場所は別にあることを知っています。 には帰れん。かくなる上は。 俺たちの新しい名前。CGS なんてカビ臭い名前を名乗るのは尺に触るからな。鉄火、鉄の火ですか。いや、
鉄の花だ。決して散らない鉄の花。なあ、俺が勝った場合はどうなんの？あんた、それ言ってなかっただろ。気に食わなかったんだ。すまない。バカにしたわけじゃないんだ。その選択を俺が持たなかった。それだけだ。俺は上官の命令に背いた。何の土産もなく帰れば、俺の行動は部隊全体の問題になってしまう。だがここで俺が終われば、責任は全て俺が抱えたまま。もういいよ、喋らなくて。すまんが、手を貸してくれないか。あ？俺はもう自分で終わることすらできない。うん、分かった。ありがとう。
ただまだ終わっていない。
すものか。
決めてやる。もらった。当たるか。絶対ダーリンの役に立ってみせる。あっけないのね。